土のバー研究室へようこそ。ようこそ。はい、というわけで今日は、はい、成人式も、うん、ありまして。ありましたね。まあ僕らのチャンネルでもですね、うん、初めてウイスキー飲みたいんですがっていうような質問が、はいはい、ちらほらあるんですよ。おー。過去動画の方にちょっと質問をくださったりとか、はい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 、なんかちょっと目立つかなと思いまして、うん、今日はそれにお答えできたらなという。はい、感じでございます。どうですか、実際岩ちゃんが質問されたとして、うん、初めてウイスキー飲みたいんですけどって言われて、はい、どれ選びます？スコッチでしょうね。うん、スコッチだとどの辺になりますかね。シーバスリーガル、ああ、シーバスリーガルとかバランタイン、どうでしょうね、17かな、こういうのとか、うんうん、例えばさ、ああよくあるね、よく言うとこんなとこだったりとか、はい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 、ディワーズもいいですね。まあこんなんとか、うん、こんなんとか、でも勇気出してこっち行っちゃえよとか、うん、ね、そう、僕もこの間まさに、はい、そっち側に立ってて、はい、若いお客様がいらっしゃって、うん、ウイスキー勉強したいと思ってるんですよなんて言って、そうですよ、ね、はい、いいですよ、じゃあ3杯ずつ飲み比べセット作りますよなんて言って、うんうん、ちょっとずつね、はい、10ミリずつとかね、そうそうそう、はい、作って提供してましたけど、うん、一発目の本当にスタートラインところはもうここら辺でした。そうですね、僕もおすすめしたのはまさにこの辺なんですが、うん、こうやってね増えちゃうんですよ。そうだね、初心者の方におすすめしたいなってなっても、うん、結局絞りきれないし、うんうん、でかといってやっぱりウイスキー飲んでない方って、うん、まだ味の好みがこうしっかり固まってないものですから、うん、正直これだって言いづらい、うん、これとこれでどっちがいいですかとか言われても両方飲んでみればってなっちゃうんですよ ね、 ね、というわけでどのようにじゃあ、うん、試していけばいいのか、はい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 、っていうお話を、うん、これからしていきたいと思います。はい、はい、というわけでじゃあ今日も行ってみよう。というわけでですね、うん、まず一つ目は、うん、やっぱりバーに行くことですよ。確かに、うん、うん、街場とかですごいオーセンティックじゃないようなバーだったら、うんうん、飲み比べセットをやってくれると思うんだよね、うん、ちょっと優しいところだったらね、うん、だからそれこそ10ミリずつとか、うん、ハーフとか15ミリずつとかで、うんうんうん、これとこれとこれ、うん、ちょっと試してみましょうとか、はい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 、そういうことやってくださると思うんですよ、うん、そういう風な飲み方で試していくっていうのはありかなと思いますね、うん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 、うちでもよくやりますよね、うん、素直に言ってくれれば全然、そうですよね、うん、なかなかでもバーに入るのも怖いかな、まあちょっと最初は緊張するかもしれないですけど、こんなチャンネル見てれば全然、確かにね意外にね、大体こう営業中はカチッとしてるけど、うん、大体皆さん明るくて陽気な方々ですから、そうですねまあ客商売ですからね、そうですね、まあ、そんなうちにやらないよなんていうのはあんまりない、あんま聞かないですね、聞かないので、まあそういう風にしてもらえるかなと思いますから ね、 そうですね、ただちょっとやっぱ入るのが勇気がいるでしょうけど、ね、うん、ウイスキーの世界に飛び込むのも大人になって結構大きめな一歩だと思うんですけど、うん、どうせ一歩踏むなら、うん、バーの世界にも一歩踏んじゃう、そうっていうやり方、うん、どうせならねしてほしいなと思いますね、うん、その時すごいおじけづいて踏み出せなかった一歩って、はいはい、その先、あーそうです、ね、半年後とか1年後とか、そうですね、それこそ5年、そう5年10年ってなったら、うん、あんな一歩なんて大した幅なかったんだなって、確かに確かに思えるようになってくるから、うん、そうですね、気兼ねなくね、はい、ましてやね知らないってなると、うん、まあ、どんな年齢でもそうですけど、うん、逆にやっぱ手厚くなりますから ね、 そうですね、なのでバーの世界はいいかなと思いますね、うん、でもう一つは、はい、量り売りです。あ、確かにやっているお店もちょこちょこあるありますよね、あの、うん、普通の酒屋さんでそこで有料シーンという形で、うん、そのお店で飲めるとか、うんうんうん、まあ、お持ち帰りみたいなのしてるとこもあんのかな、お持ち帰りはね一応法律上自分で瓶とか持ってかなくちゃいけないみたいな位置あるので、まあそれはお店によると思うんですけど、量り売りの多分有料シーンっていうやつは、うん、大きな都市だったらそういうことをやっているお店もありますし、うん、正直バーで飲むより多少リーズナブルになると思います、うんうん、それはね結構おすすめかなと思います、バーテンダーもよく使いますよね、うんうん、そういうの、あとインターネット、あ、インターネットもありますね、うん、量り売り、ネット通販、はい、うちでたまに行ってますアクアビデさんなんかもやってらっしゃるんでしたっけ、やってるのかな、やってるのかな、なんか前はねラフロイグのなんか、あ、飲み比べセットみたいなのやってた、やってましたよね、うん、はい、とかやってって言ったらやってくれますよ
商売でいやこれ開いちゃうとまずいんだよなみたいなあるだろうからね、なかなかあれでしょうけど、やってるものがあればね、はい、そうだね、赤ビデさんもそれで、ね、やってるものリスト作ってくれればね、そうね、はい、優しいですよね。赤ビデさん並べればいいんだよ、あ、初心者おすすめみたいな、あ、セットで、セットで、あ、あと5本とか、ね、5本とか、あ、そんなんいいよね、うん、勝手にこれ見てやるか分かんないですけど、企画してる、勝手に企画しちゃったとか、あとは東京だとリカ長谷川さんですかね、あ、はい、駅の下、そうですそうです、はいはいはい、はい、駅の下地下にあります、ね、はいはいはい、はもう結構なものが飲み比べてきますよね、あんまり僕は行ったことないんですけど、うん、大阪、うん、心斎橋ですかね、うん、にあるウイスキーショップシップさんかなっていうのが、まあ、検索したらこう引っかかってきたんですけど、はい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 、もう有料シーンなのか、まあ、量り売り専門店、うん、そうウイスキー量り売り専門店みたいのがあって、はいはいはい、ものすごいですよ、写真で見たらものすごい量のウイスキーが並んでいたので、はいはい、まあ、試せるんじゃないかなって話ですね。いやでもものすごい量並んじゃってると、あ、もう選択肢が、確かにな、だってね、オフィシャルで何十本各々の銘柄であるわけじゃないですか。なるほどなるほど。それがもう一堂にツタってなっちゃったら、はいはい、オフィシャルのスタンダードをくださいっていう魔法の言葉があって、はいはいはい、ありますね。オフィシャルスタンダード、バラン17はちょっと高いかな、1個上になっちゃうんですけど、バラン17以外はこれ並んでるの全部オフィシャルスタンダードですから、うん、じゃあさ、今からさ、はい、とりあえずこの5本は押さえとこうぜの5本を用意してみましょうか。ちょっと絞りきれないんですよ本当は、うん、ただまあまあこれだったらいいんじゃないの、5本、うーん、なるほど、うん、うん、でまず1本これでしょ。行くなら行けよ、行くなら行けよ、ラフロイ行くなら行くなら、うん、うん、そう、あ、やっぱこれだよね、リベットだね、うん、でバラン17も残る、そうですよね、うん、もうこの辺は残るかなと思うんですよ ね、うん、まあジャックでもいいんじゃない、ジャックダニエルかね、うん、あ、ジャックダニエルスタンダードベースに押さえといた方がいいですね、そうですね、ジャックちょっとアメリカですね、うん、これはジャパニーズは飲まなくていいんで、ジャパニーズは別にね、スコッチ飲みで飲めるんで、そうですね、はい、したら甘系だな、甘系ですね、マッカランとかでいいんじゃないですか、マッカランでいいですかね、うんうん、マッカランおすすめです、うん、あるかな有料シーンで今ないかもね、ないかもしれないですよね、まあでもまあまあ有名どこで言ったらこの辺かな、そうですね、まあ抑えてもらえるといいのかな、うん、うん、カナディアンもアイリッシュもないですけど、カナディアンアイリッシュは飲みやすいですから、うん、多分この辺飲めたら飲める、うん、飲める、ここから極端にちょっと違いますよね、そうだね、うん、甘いの種類が違うんですけど、そうですね、初めのうちは辛いしか感じないはずです、そうですね、全部ね、ウイスキーって鍛えないと飲めるようにならないと思うんですよ、うんうん、ちびっこの頃ビールが苦かったのと一緒で、はいはいはい、毎回こういう時この話しますけど、子供の頃ブラックコーヒーが苦手だったのと一緒で、うん、大人になってからでもウイスキーを飲んだ時って、うん、もうアルコールの辛さしか感じないんですよ一発目って大体、はい、その辛さを当たり前だと思えるようになってからがウイスキーが楽しめる領域だと思うんですよね、なるほどね、うん、辛くないもんね、60何度とか飲んで甘ってなるもん、甘いですね、あ、そう、アルコールの甘さだってなる、むしろ甘い感じにはなってくる、深くなってきますけど、うん、まあこれかブレンデッドだったらこれかこれだよね、そうだね、うん、12、まあ12だね、うん、この2つどっちか、うん、まあこっちちょっと値段がするなっていうんだったらシーバス12でもいいね、うん、でもいいでしょうし、うん、まあリベットは押さえといてもいいよね、押さえといてもいいです、ね、うん、マッカラもしかしたらないかもしれない、うん、でも飲めたらいいと思うんで、そう、もしあったら飲んでみてください、これ気をつけてほしいのはマッカラン12年シェリーオークカスクってボトルじゃないマッカランとかってあるんですよね、あ、そうだね、あ、そうだそうだ、ラフロイグも10年じゃなくて、そう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 、セレクトカスクってのに出会ったりとか、そうそう、このセレクトとか、あの、うん、クォーターとか、そうそうそう、いろんなものがあるんですけど、ナデューラーとかバラン12年とか、ね、そういう同じお名前なんだけど下にサブネームみたいなのがあって それが違ったりすると、同じ名前なんだけどサブタイトルがついててちょっと安いじゃんって思って買うと、大体なんかそのお酒の本質にはたどり着けないのかなっていう、うん、そうですね、って時のさっきの魔法の言葉ね、そうですね、オフィシャルスタンダードって言われてるボトルで入ってもらうのが、うん、いい勉強になると思いますよ、ね、あとはもう店員さんとか、うん、まあ、お店 バー行くんだったらバーテンダーに、うんうん、まあ、初めてですと、うんうん、素直に、うん、
言ってくださった方がいいですね、はい、だから飲み方ですかね。飲み方はでも有料シーンとかになるとストレートになっちゃいますよね。だいたいね、自分でコンビニのお水買って持って行ってリカーセガー行ってこれだこれだこれっつってそしたらポンポンポンって用意してくれるから自分で水飲みながらそれ飲むみたいなやり方しますけど、バーだったらね、まあ例えばストレートで飲んでみてきつかったら、じゃあちょっと氷入れてみようかとか、そんなことできます。トワイスアップにしてみようかとか、そうそうそう、いろんなね、ちょっと遊びですけどできますからね。でもトワイスアップから入りがいいと思うよ。あ、まあ飲みやすくはなるよね。だからそれこそハーフロックとかね、ハーフロックもいいね。すごく美味しく飲めるかなと思いますね。ストレートだとちょっと厳しいというかきついってなるかもしれないけど、うってなっちゃうと思う。うってなるよね。むせたりとかしますからね最初はね。だいたいどれも40度は超えてるんで、ここだけ気をつけてもらって。そうですね、お水はね、あの有料シーンのお店に行くときは絶対お水を、はい、持って行ってください。バーに行くんだったらいろんな応用が効くので、バーテンダーさんに聞いてみてください。そうですね、楽しんでいただければと思いますね、はい、はい、というわけで、ぜひね、ウイスキーの扉、開けていただければと思います。楽しい、楽しいですよ。はい、楽しいです。こううるせえのもいるけどね、はい、というわけで、はい、はい、今日はこの辺で、またありがとうございました。ありがとうございました。こうるせえのいますね。いるよ。こうるせえのいるよ。あのね、そう、あ、どうなんでしょうね。僕はそういう人たちも楽しめるタイプです。あ、まあまあね。そう、行くとこまで行ったからなのかな。はじめもうニッチもさ、右も左もわからないよって時はやっぱ怖いのかな。どうなんでしょうね。まあでもこううるさい人たちってある種褒め言葉で、まあ、詳しくて、こだわりが強い。そういう人たちに分からないっていう言葉を言えば、結構教えてくれたりするはするんですよね。だそれ逆にさ、全然飲んでないのに知ったかしてしまったりとかすると、ガブッと首、ね、もう噛みつかれるみたいなことがあるので、やっぱ素直が一番だよね。そうだね、見栄を張らないことが一番大事ですね。お酒に見栄は張っちゃいけないです。そう、意味ないからね。あと金額で飲んじゃいけない。つくづく思うんですか。本当だね。本当にそれはそう強く思いますね。なんかでもお酒全般に言えるかな。あ、まあ嗜好品ですからね。お酒全般に僕は言えることかなとは思いますね。まあ高いもの美味しいんですけど、そうでもないボトルもありますけどね。たまにね。まあ高いもの、まあ大体うまいかなと思うんですけど、ワインとかも安くたって美味しいのめちゃくちゃあるんですよ。ワインなんかすごくない？ 20 万のボトルなんでも大してうまくない時あるでしょ。ああ、まあ好みだけどね。それも。でもあるよ。あるある。全然あるじゃないですか。保存のや、なんやかんやもいろいろあるんで、あるけど、ワインは、僕のあれですけど、ワインは、なんか安くてうまいの見つけるの楽しいな。楽しい、楽しい。とは思う。うん。見っけだぜ、みたいな。あの感じが楽しいなと思いますけど。ウイスキーはなんかすごい安いの選んじゃうと安、なんかちょっとなってのはやっぱりあるから。あるある。ウイスキーじゃないでしょ、これっていうのはあるよね。安くても伝統あるところがいいですね。それこそジョニー・ウォーカーの赤とかさ。伝統、うん、やっぱりそれなりに続いてるには理由があるから。そう。安くても、なんかちょっとこう、今さ、すぐ調べられるじゃないですか。ね、調べてみて、そしたら、1800何年みたいなさ。ね。そうですね、そういうところから選ぶと、間違いはあんまないかなと思います ね、 そうですね。これは気をつけてね、臭いよ。でも ね、 ねハマる人には、そう、一発目でハマる人もいるのよ。そう、結構いるのよ。結構いるよね。結構いる。意外に2分の1の確率ぐらいでいるよね、体感ね。体感。いや、わかんない、こんなの。こんな店だからかもしれないけど、カランカランって言った瞬間からちょっとピーティーなんですかね。可能性はあるよね。かもしれない。あ、もしくは、これをまずいって言ってしまうと、ここでは殺されるんじゃないか。こんなだし。もう出禁なんじゃねえかみたいなね。恐れているのかもしれない。あ、でもね、うん、案内するニュアンスですよね。その、初めの3杯お試しで、はい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 、ちょっとだけ癖に振っとくみたいな。何ちょっとやっていこうとしてる。誘導していくみたいな。でもお試し3杯でこれ出すよな。
意外と出すね。出すよね。なんかその、はい、もう行っちゃいましょうみたいな。そうですね。これちょっとやっぱしんどいかもしれないけどって言うよね。でもこれが飲めたら大体飲めちゃうからみたいな。うちはやりますけどね。やるやる。うん、そしたらえこれが一番美味しいですっていう人もいるんだよね。体感2分1です。ね2分1でね、うん、いるよな、うん。いるいる。で結構こっちが驚くよね。そう。っつしたらもうすごいですよ。そっから先はすごいです。もうそっから先はもうね。本当。オフィシャルアイラーは全部いますから。そうですね、オフィシャルアイラーはいるのか、うんうん、まああとウイスキーに偏らずに飲んでほしいかなと思います。ああそうだね、テキーラ、うん、テキーラ、ラム、ブランデー、ジン、ジョリュシュって呼ばれてるやつですか。そう、それもそうだし、まあ醸造でも、そうだね、何が自分にハマるか分かんないですよね。いろんなものを飲むからこそ分かるところってなんか絶対あるんですよね、うんうん、例えばシェリー言ったりさ、はいはいはい、例えばラフロイグのバーボン感とかさ、はいはい、バーボンウイスキーを知らない人が分かるわけないでしょ、うん、っていうワインのカスクのフィニッシュとかね、うん、幅広く最初のうちはもう広く浅くでいいと思うんですよ。そうだね、うん、深くやろうと思ったらどのカテゴリーもとてつもなく深いじゃないですか、お酒って深い深い深い、うん、だからこう広く浅くだね、初めの10年広く浅くでいいと思います。いやでもやろうと思えばさ、うん、1年でいくらだって学べるのよ、うん、ああまあやろうと思えば、ね、やろうと思えばもう飲むっていう風になると金額があったりお金の問題とかいろいろありますけど、うん、ウイスキーの知識だけ詰めたいっていうんだったら、うん、10冊本読めばすぐですよ。あ確かにね、うん、10冊本読んでまとめて、うん、でなんか自分なりの言葉に合うなっていう1冊を見つけて、うんうん、それを基本にその10冊でこうやって知識をこう保管していって、そう重ねていけば、うん、もう多分その辺のツイッターでなんかわすごいって言われてる人よりも全然いけるんですよ、うんうんうん、知識だけだったら ね、 ああねで、そこに飲みなんかちゃんと体験が重なってくればいいんでしょうけど、深くもいけますよ、すぐですよ。そっかすごいそうだね、うん、恐ろしいですよね、やっぱ実際に飲んだことある人ってのはすごい恐ろしいと思います、うん、実際に体験があってものを言ってくる人っていうのは、うん、すげえなって思うもん、うんうん、そうだね、あと余裕があるんだよね、うん、そうだね、うん、なんかもう周りにガヤガヤ言われても、そうそうそう、いや何々さんこれうまいって言ってたけど俺すげえこれまずかったっすわって言われても、あそうなんだって感じだけど、そうそうそう、意外にさなんかあんまりなんかその深み深く言ってないとか、うん、そのやってない人たちって、うん、いや俺これまずかったわって言った瞬間にめっちゃ怒ったりしない？あーするするする、ね、そうなんですよ、そうね、つくとこまで行った人はもう、うん、ああま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 あねって次元が違うね、うん、はい、はい、お疲れ様でした。ぜひお楽しみください。お楽しみください。 YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。